ランディ・オートン、ランディ・オートン、ランドル・ランディ・キース・オートン、1980年4月1日台、は、アメリカ合衆国のプロレスラー。テネシー州、ノックスビル出身、WWE 所属。祖父のボブ・オートン・シニア、父のボブ・オートン・ジュニアの二人とも、プロレスラーであり、ランディ・オートンは三代目プロレスラーにあたる。父のボブ・オートン・ジュニアは、2005年に、 WWE 殿堂入りを果たしており、受賞式ではランディがインダクターを務めた。2000年、マウイ CCW、MID、ミズーリーレスリングアソシエーションサザン、イリノイコンファレンスレスリングにて、プロレスラーデビューを果たす。2001年、WWF と契約を交わし入団。参加団体である、オペにてトレーニングを開始。2002年4月、WWE に昇格。 スマックダウンにて初登場。ほどなくして肩を負傷。長期欠場するが、試合に出場できない期間には、自身の故障の回復具合の申告と、ファンからの応援メールを募集するコーナーである、RNN で出演を続け、番組中の良いところで必ず割って入るどうでも良い、コーナーという趣旨で、ファンの品縮を買うキャラクターとなる。9月、RAW に移籍。 2003年1月20日、スコット・スタイナーとの対戦にて、トリプル H、ディック・フレアー、バティスタが介入したことをきっかけに、トリプル H 率いるユニット、エボリューションに、トリプル H の後継者として加入。しかし直後に負傷し長期欠場。復帰後、2003年12月に獲得した ICU 王座を7ヶ月にわたり防衛。過去10年間で最長の記録となる。 2004年、王者として君臨する期間には、ミックフォーリーと抗争。バックラッシュでは、王座のかかった、ハードコアマッチ形式で対戦。画鋲の上に落とされ、有志鉄線で殴られるなど、大苦戦の末、有志鉄線の上に、アーコを決めタイトルを防衛。この試合で一気に名を上げた。バッドブラッドでは、シェルトン・ベンジャミンとの王座戦で、防衛成功。その後王陥落後、 バトルロイヤルを制し世界ヘビー級王座への第一挑戦権を獲得。8月、サマースラムにて、世界ヘビー級王座に挑戦。クロスフェイスをカウンターでのアーコを決めて、クリス・ベノワに勝利し、WWE 史上最年少24歳で世界ヘビー級王者になる。こうした経緯もあり、シングルプレイヤーとして十分に売り出せるようになったと判断され、 世界ヘビー級王座獲得の翌日に、エボリューションから離脱する。アングル上では、リーダーのトリプル H を差し置いて、世界ヘビー級王座を獲得したことが、裏切りとみなされ追放された。オートン VS エボリューションの構想を展開することになり、9月、アンフォーギベンでトリプル H に、世界ヘビー級王座を奪取された。2005年1月、ニューイヤーズレボリューション。 ロイラルランブルにてオーザに連続で挑戦するが連敗。4月、レッセルメイニア21では、当時レッセルマニア12連勝中のジアンダーテイカーに挑戦。また父のボブ・オートンと組み再びヒールターンした。試合では、チョークスラムをアーコで返すなど前線するも敗れた。5月、ドラフトで RAW からスマクダウン2位席。しばらく肩の負傷で休養していたが、 サマースラム前に復帰し、アンダーテイカーとの交想を再開。テイカーをか乱させようとボブ・オートンともども心理戦を挑んだが、テイカーの方が一枚上手であった。しかしノーマーシーにて、WWE では初のハンディキャップ形式のカンオケ戦で、テイカーに勝利、カンオケごと燃やした。11月、サバイバーシリーズの RAWVS スマックダウン対抗戦で、 スマックダウン代表メンバーに加わると、ショーン・マイケルズにアーコを決めて、スマックダウンに勝利をもたらした。すると試合後テイカーが復活し、構想が再年12月のアルマゲドンにて、ヘルインアセルマッチで対戦。死闘の末に、親子ともども、ツームストーンパイルドライバーを決められ敗戦した。2006年1月、ロイヤルランブルにて、 ロイヤル・ランブルマッチで30番手で参加するも、レイ・ミステリオの優勝を許してしまう。このミステリオの優勝から構想へと展開。制御したエディ・ゲレロに対する暴言でミステリオを挑発。3月、ノーウェイ・アウトにてミステリオの持つ王座挑戦権をかけ試合を行い、勝利して挑戦権を奪取した。レッセル・メイニア22では、トリプルスレッド形式となった世界ヘビー級王座戦で、 ミステリオ、王者である、カーアートアングルと対戦するが敗戦。デッセルメイニア22終了後、WWE より、最低60日の禁止処分との発表。7月、禁止処分を解かれ復帰した。7月15日、サタデーナイトメインイベントにて、ハルク・ホーガンの娘であるブルック・ホーガンに接近。それが、ハルクの激凛に触れ、ランディの調整をハルクが受ける形で、 サマースラムで対戦が実現するが、敗戦した。10月、エッジとタッグチーム、レーテッドアーコを結成。DX との交想を展開。2007年1月、ニューイヤーズレボリューションで行われた、世界タッグ王座戦にて、対戦相手のトリプル H が大体4頭筋を断裂し、以降長期欠場に入ったため DX との交想は、不完全燃焼に終わる。 その後エッジとの不仲をほのめかしながら、レッセルメイニア23のマネーインザバンクラダーマッチにエッジと共に参戦。ラダー上からのアーコを決めるなど検討したものの敗戦。レーテッドアーコ解消後、冷血さが全面に出され、相手の顔面を蹴り飛ばし負傷させるパフォーマンスを行うようになり、このムーブがそのままパントキックとしてフィニッシャーに昇華。マイケルズや、 ロブ・バンダムに長期出場の負傷を負わせるというアングルを演出。グレート・アメリカン・バッシュでは、ダスティローデスとテキサス・ロープルールで対戦し勝利。7月、世界王座を狙うようになり、サマースラムにて、シナの持つ WWE 王座に挑戦するも敗戦。アンフォー・ギベンでシナに反則勝利を収めた。王座を争っていた、ジョン・シナとミスター・ケネリの試合中、 ケネリーへのヒップトスのミスで、右胸筋を断裂し、シナの長期欠場が発表される。これに伴い王座は空位となり、ノーマーシーで、ビンスマクマホンから、WWE 王座が授与された。しかし、ビンスを挑発し、無理やり王座戦を組ませたトリプル H に一試合目で、敗れ、早々に王座を奪われる。トリプル H は、王者として、馬がと対戦し防衛。 最終試合、オートンのその日2試合目、トリプル H には3試合目となる、ラストマンスタンディング、マッチ形式で戦い勝利し、この日だけで2回、WWE 王座を獲得した。10月8日、RAW にて、電撃復活したマイケルズと交想を開始。サイバーサンデーでは、反則による敗戦で王座を移動せず死守。スイートチンミュージックを食らっていたオートンは11月。 サバイバーシリーズでのマイケルズとの再戦で、マイケルズのスイートチンミュージックを反則とするルールを適用。一瞬の隙をついて、アーコを決めて、王座を防衛。12月、アルマゲドンにて、電撃復帰したクリス・ジェリコと対戦。しかし、ジョン・ブラッド賞霊フィールドの乱入により反則での敗戦となり、王座を防衛。2008年1月、ロイヤル・ランブルにて、 ジェフ・ハーディーと対戦して、王座を防衛。2月、ノーウェイ・アウトでは、ロイヤル・ランブルで、電撃復帰し、優勝を飾った、ジョン・シナと対戦。反則による敗戦で王座を防衛。3月、レッセル・メイニア・イクシブにて、トリプル・ H とシナを相手に、三つども衛戦で防衛に成功。4月、バックラッシュにて、シナ、トリプル・ H、JBL とのエリミネーション形式4戦で、 トリプル H に王座をダッシュされる。王座陥落後、トリプル H と構想を展開。ジャッジメントデーでは、金網戦、ワンナイトスタンドでは、ラストマンスタンディング戦で王座に挑むが連敗。終盤にトップロープから落下した際に、左鎖骨を骨折。長期欠場となる。9月、RAW にて復帰。ダスティローデスの息子である、コーディローデス。 テッドデビアスの息子である、テッドデビアス、アファーノアイの息子であるマヌ、ジミー・スヌーカの息子であるシム・スヌーカといった二世、三世イデスラーを従えたユニットであるレガシーを結成。12月、スヌーカ、マヌを追放。コーディローデス、テッドデビアスと三人で行動を開始。2009年1月、ステファニー・マクマホンによる平手打ちをきっかけに、マクマホンファミリーとの抗争が、 スタート、ビンス・マクマホンにパントキックを決めて、病院送りにする。ロイヤル・ランブルでは、レガシーの協力もあり最後は、トリプル H を脱落させて初優勝を果たす。オートンはビンスへの行為を、移動、完結性爆発性障害と呼ばれる、精神疾患が原因であると釈明するもそれでは、すまず、シェイン・マクマホンとの交想に入る。2月、 ノーウェイアウトの反則最低なしの一戦で、シェインに勝利。同月16日、RAW にて再戦したシェインにパントキック、ステファニーにアーコを決めると、トリプル H が駆けつけ、同月20日、スマックダウンでトリプル H が、ステファニーの夫と明かし、抗争を開始。4月5日、レッセルメイニア XXV にて、WWE 王座戦で対戦するが敗戦した。 同月6日、RAW にてビンストの試合中にシェイン、トリプル H、さらに、オートンのパントキックで負傷中だった、バティスタの襲撃に遭う。同月26日、バックラッシュではレガシー VS トリプル H&、バティスタシェインの6人、タッグ形式変則、WWE 王座戦を行い、勝利して、WWE 王座を獲得した。5月、 エクストリームルールズではバティスタに金網戦で敗れ王座を失うが、後にレガシー全員で襲撃し、球場に追い込む。結果王座が空位になるとトリプル H、ジョンシナ、ビッグ、ショートの4ウェイマッチで勝利。王者に返り在いた。その後はレガシーを使うなど、あの手この手で王座を防衛していたが9月のブレイキングポイントでのアイクイットマッチで、シナに敗れ王座を失う。 10月のヘルイン・アセルではシナに勝利し、WWE 王者に返り咲くも、ブラッキングライツでのアイアンマンマッチで、シナに再び王座を奪還され、シナが勝利した場合には、王座移動するまではシナに挑むことができないという取り決めにより、王座戦線から離れる。その後は、王座戦の最中に援軍を撃退した、コフィキングストンに標的を定めて、抗争を開始。 サバイバーシリーズの生き残り戦ではコフィに敗退させられるものシングル戦でリベンジを果たした。TLC でシナが王座墜落したことにより再び王座戦線に戻り、コフィ、シナを退けて王座挑戦権を獲得する。ロイヤルランブル2010代4試合の WWE 王座戦において王者シェーマスを追い詰めるも終盤コーディが介入をし反則負けを起死してしまう。 最低後に、コーディに暴行を加え、さらに二人の間に割って入ったデビアスにも暴行を、加えた。この行為が、ローデスとデビアスの怒りを買うことになる。エリミネーションチェンバー2010の第2試合エリミネーションチェンバー形式、WWE 王座戦では、当初は共に出場していたデビアスと共闘し、ツーブラトン攻撃を決めたりデビアスがフォールを取られそうになるトランデが助けたりしていた。 しかし途中コーディが金網内に投げ入れた鉄パイプでシナがアティチュードアジャストメント FU の体勢にランディを持ち上げた際に頭部をそれで殴られシナをも鉄パイプで殴打ーーしたデビアスにホールを取られ敗退するという屈辱を味わうこれを機にオートンはレガシーから追放され同時にデビアスローデスとの交渉が始まり3月28日の レッセルメイニア XB 第3試合トリプルスレッドマッチ、水戸萌え戦、サンウェイマッチで、デビアスローデスと対決。途中2人がかりの攻撃に苦戦する場面もあったが、コーディの攻撃で、マットに沈んだランディに対し、コーディが次の攻撃のためコーナーに登っている暇に、デビアスが横取りホールに行ったことで仲間割れが生じ2人が、ランディそっちのけで激しくやり合う事態となる。 その後は連携もちぐはくとなり、一度はコーディにアーコを決めようとしたランディをデビアスが場外に引きずり出すが、直後同士打ち押ししていまう。結局ランディがコーディにパントを決めた際、デビアスはランディが寄ったコーナー下にいながら介入することなく見捨ててしまう。その直後デビアスにアーコを決めランディはフォール勝ちを収める。それと同時にベビーターンも果たした。同月十九日。 RAW にて品とタッグを組んで試合を行った。エクストリームルールズでは、世界ヘビー級王座、フェイタル 4A では、WWE 王座に挑戦するが、いずれも王座獲得ならず、オーバーザリミットでも、エッジと対決したが引き分けに終わる。サマースラムでは構想中にあったシェーマースと王座戦を、戦ったが、王座奪回に失敗。続く、 ナイト・オブ・チャンピオンズでの6パック WWE 王座戦では、シェーマスをホームリ王者に帰り咲く。ヘルイン・アセルでは、ヘルイン・アセルマッチにて、シェーマスの挑戦を退けた。サバイバーシリーズにて、ネクサスのウェイド・バレットと王座戦を行い、防衛した。11月22日、RAW にてバレットと王座戦を行うが、シナの乱入に助けられ勝利を収める。なが直後に、 ザミズに、マネーの権利を行使され、王座から墜落した。では、王座がかかったテーブル戦で水と、再戦するが敗れる。TLC で不本意な敗北を喫したことにより、水と抗争を繰り広げ、ロイヤルランブルでの王座挑戦権を獲得する。王座戦では、ネクサスの妨害により王座獲得を見逃し、続くランブル戦でも優勝には至らなかった。 これを機に CM パンクが2008年のアンフォーギベンで世界王座を失ったのは王道に原因があるとし、パンクとの構想に入る。エリミネーションチェンバーでは王座挑戦権がかかったエリミネーションチェンバー戦に出場。一度はリフェリーのミスで刑事から出遅れたパンクを敗退させるが、その判定が無効となり逆にパンクに敗退させられる。レルメニア XY ではパンクと対戦し、 勝利した。その後のドラフトにより、スマックダウンへ移籍。スマックダウン移籍後、パンクとの確執は続き、エクストリームルールズではパンクとラストマン戦で対決。10カウントダウンを奪い退けた。翌週のスマックダウンでは、メイン戦の世界王座戦でクリスチャンを破り、自身に度目となる、世界ヘビー級王座を獲得した。オーバーザリミットではクリスチャンを相手に、 王座防衛を果たした。6月19日、キャピタルパニッシュメントでは、直前に起こした脳震盪により、出場が危ぶまれていたが、予定通りに出場し、世界王座を防衛した。しかし続く、マネーイン・ザ・バンクではクリスチャンにローブローを、決め反則負けで王座を失った。これにより、王座をめぐる構想が本格化し、サマースラムでは、世界王座を奪回した。 しかし次のナイトオブチャンピオンズでは世界王座を手放してしまい、移行幾度か世界王座に挑戦するが獲得には至らなかった。その後は王座先生を離れ、コーディローデス、ベード・バレットなどと抗争を開始した。バレットとの抗争は、負傷欠場をバレットによって階段から突き落とされたとのギミックに変え、復帰後のノーディー級マッチに勝利して終了した。2012年6月、 ウェルネスポリシー違反で60日間の禁止処分、されたが7月30日、RAW にて登場。ヒース・スレーターと対戦して勝利した。2013年、シールドやビッグ、ショート構想しており、エクストリームルールズでは、ビッグ、ショートのエクストリーム戦にて2年ぶりのパントキックで、勝利をつかんだ。7月、マネーインザ・バンクに出場。 ミスターマネーとなり王座挑戦の権利を得る。8月、サマースラムにて、ジョンシナ VS、ダニエル・ブライアンで勝利したブライアンに対して、ブリーフケースを掲げてみせたものの一度は引き返す。しかし直後、特別レフェリーのトリプル H が、ダニエル・ブライアンを強襲。ペディー・グリーで失神させる。オートンはリングに上がりマネーを行使し、WWE 王座を獲得。 トリプル H の指揮する組織オーソリティのバックアップを受けこれまでのヒール王者同様、自分の王座が脅かされると不平を垂らしたり、反則を使って勝つことの多いキャラクターとなる。9月、ナイト・オブ・チャンピオンズでダニエル・ブライアンに敗れる。ただレフェリーが高速でカウントを取ったのがブライアンとの凶暴だったとして王座が剥奪されたため、構想は続行。10月6日、バトルグラウンド。 PPV でリマッチが行われるもビッグショーの乱入によりノーコンテスト。10月27日、ヘルインアセル、PPV でもリマッチが行われ、特別レフェリーのショーン・マイケルズのスイート・チン・ミュージックによりブライアンを破り王座に返り咲く。12月15日の王座統一戦でジョン・シナを制止 WWE 世界ヘビー級王座を取得することに成功。 2014年1月、RAW にて、ノンタイトル戦ながら、格下のコフィ・キングストンやセザーロに敗れるという、失態を犯すなどスランプに落ちる。ロイヤル・ランブル2014では、ワイアット・ファミリーの乱入によって、シナから王座を防衛。続く、WWE ・エリミネーション・チェンバーでは、ワイアット・ファミリーやケインの乱入を生かした恐怖の利の状況を利用して、王座を防衛。 4月、レッスルマニア32でバティスタとブライアンを挑戦者に、迎えた、WWE 王座戦、トリプルスレッドマッチに挑んだがバティスタが、ブライアンにタップアウトを許し自身が完全に、負けていない状態で王座を失った。オーソリティやエボリューションのメンバーとして、シールドと構想。劣勢が続くも、シールドは、セスロリンズの裏切りによって崩壊。ロリンズを、オーソリティの仲間として、 ベビー勢と抗争を続けるが、ロリンズと対立し始め、PPV ヘルイン焦る翌日の RAW にて、ロリンズと殴り合いになり、トリプル H に制止されるが無視し、アーコを見舞うなど組織に立てつく行動を取り会場を立ち去った。そして、11月3日の RAW にて、ドルフ・ジグラー対、ロリンズの IC 王座戦に乱入し、ロリンズを襲い、最終的に、 オーソリティ総出で,での制裁行為を受けて、組織を追放されベビーターンした。2015年、オーソリティ追放後2月、ファーストレーンにて、ロリンズたちがライバックたちを痛めつけているところに、登場、JJ セキュリティを蹴散らし結果、ライバックたちを救出した。翌日の RAW にて、ステファニーに説得され、ビジネスとして、オーソリティに復帰、しかし3月9日、 RAW にて、ロリンズと組んで、ロマンレインズのハンディキャップマッチが組まれ、試合中にロリンズとのタッチを拒否。試合放棄をしたために敗戦。試合後、ロリンズを襲撃して、組織から離脱。そして、レッスルマニアで、ロリンズと決着戦を行い勝利した。2016年10月25日、スマックダウンライブにて、バックステージでプロモーションを行い。 ワイアットファミリーに加入することを発表。12月4日にて、ブレイ・ワイアットと組んで、スマックダウンタック王座を保持するヒース・スレーターライノに挑戦。終盤に、場外でライノからスピアを決められそうになるとセコンドであるルーク・ハーパーが身代わりとなり、ライノがリングに上がると、ワイアットが逆エビゾリで挑発してひるませるとアーコを決めて勝利。ベルトをダッシュした。 2017年1月29日、ロイヤル・ランブル2017にて、ロイヤル・ランブルマッチの23番目に登場。最後に、ロマン・レインズ、ブレイ・ワイアットの3人となる。ワイアットと共闘して、レインズを襲うが、ワイアットが落とされて窮地に陥ったもののレインズのスペアをカウンターのアーコで決めると場外へと投げ落とした。2009年以来、8年ぶりとなる優勝を飾った。 4月2日、デッセルメイニア33にて、因縁のある、w w e 王座を保持するブレイ・ワイアットに、挑戦。試合中にことあるごとに、リング上にミールワーム、ミミズ、ゴキブリなどの虫の映像が映し出され困惑するが、最後に、アーコを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2018年3月11日、ファストレイン2018にて、 WWEUS 王座を保持するボビールードに挑戦。セカンドロープから自身に向かってブロックバスターを観光したルードを捉えるとアーコを決めて勝利。WWEUS 王座を初体感すると共にグランドスラムを達成した。前述のニックネームレジェンドキラー。レジェンドキラーはエボリューション入団後に与えられたギミックで以降名だたるレッスラーを 次々と倒していくことになる。以下に、それを記す。以下は、プロレスラーではないが、倒したことがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。